はい、こんにちは、チェチェです。今回は出やすくなったという噂の竜玉のゴキラゲットしたいと思います。星9のクルルヤック、いくよ。私ね、竜玉のかけらの倍化卒業しようと思います。今までね、モンハンナウ3万円を上限に課金をしてきて、でそのほとんどを倍化のナイフに使ってきたんですよね。最近結構竜玉のかけらが出るようになってきたのと、あと竜玉のかけら余ってるけどゼニーが足りないみたいなね状況になってるので、いくら竜玉のかけらがあってもねしょうがないなと思ったんですよ。おそらく次ね、クシャルガオラが実装するじゃないですか。それに合わせてこう月3万の課金額をねプールさせといて、いや失敗した失敗したよ。クシャルダオラとかに合わせて課金額をプールして一気にクシャルダオラとかで放出したいんですよね。あとマカレンキン、ベータ版の時のお話で大変恐縮なんですけど、ベータ版の時はマカレンキンの中にモンスターなどの素材を入れてリアルの時間6時間とかで装飾品ができるみたいな感じだったんですよね。それをジェムで急に開けることができるみたいな仕様だったので、マカレンキンが来た時、毎回はしないですけど最初のスタートダッシュで課金で開けてしまうのもありかなと思ってました。あーこれあかんわ、逃げよう、やば、時間ないから星8行きます。いやー、水属性ライトボウガン強化しないとなー。私プキプキアッシュのライトボウガン作らないことにしました。理由がありまして、夏のアップデートで海竜種が追加される予定なんですよ。主役級のモンスターってラギアクルスかタマミツネなんですよね。でラギアクルスの武器が雷属性、タマミツネの武器が水属性なので、ジオウガが来てることを考えると、まあ、順当にいけばタマミツネになると思うんです。ただね、まあラギアクルスに関しては非常に人気のモンスターということもあって、ラギアクルスがね来る可能性もなくはないですけど、まだまだタマミツネだと思うんですよね。なのでここでプキプキアッシュの武器を作ったとしても3ヶ月ぐらいでお役御免になってしまう可能性があるので、しかも多分作成するのにゼニーを貯めるってなるとちょうど3ヶ月ぐらいかかるんですよねじゃあほとんど使えないじゃんってなってしまうので、私はジュラトドスの武器をねこのまま強化していってなんとかしようかなと思ってます。今後のアップデートでなんか水属性弱点の強いモンスターとかがたらまあちょっと困っちゃうんですけどね。これあとね、私はまだ作成してないのでわかんないんですけど、ライトボウガンのプロハンの方が言うに、プキプキアッシュのライトボウガンリロードが遅いらしいんですよ。鉄鋼榴弾のリロードが遅いから意外と DPS 出づらいんじゃないみたいな、まあ、それでもねジェラトブスのライトボウガンよりは水属性貫通があるから強いと思うんですよ。強いと思うんですけど、まあ、そこまで大きな差にならないんじゃないみたいな話も伺ったので、だったらいいかなみたいな感じでございます。皆さんどうされます？特にプケプケアッシュに関しては星と頭をどうしても作りたいから武器まで、ね、手が回らなそうなんですよね。これも個人の感想なんですけど、プケプケアッシュ来た後竜玉のかけらのドロップ率下がってません？おーおー、本当多分ただの偏りだと思うんですよ。あーやめた、偏りだとは思うんですけど出てないんですよね。まあまあ結構星8も討伐している気がするんですけど、私今ドラゴンズドグマっていうゲームもハマってるので、確かにちょっと狩猟頭数自体が下がってるのかな。よし、出ないよね。はい、じゃあここに星8のプケプケと星8のカガチいるんで、早速竜玉のかけらゲットします。プケプケは確か尻尾の切断で竜玉のかけらだったはずなので潔く諦めます。諦めも大事。学ばない女、よいしょ、背中破壊いきました。さあプケちゃんから竜玉のかけらいただいちゃいましょうか。じゃあ次トビカガチ星8いきます。トビカガチ星8は尻尾の破壊で竜玉のかけらが出るはずなので出てください。10頭ぐらい討伐したら1個ぐらい出るんじゃないっていう感覚ではあるんですが、
どうなんでしょうかね。おいしょ。やったー、究極の崖が出ました。バイカーはやめときます。来たるクシャルダオラやマカレンキンに取っておきたいので、私は究極の崖のバイカーを卒業いたしました。バイカーのエフさん、今までありがとうございました。次行こう。次まだだ、出すぞ。星8のラドバルキンと節約発見したんで、究極の崖いただいちゃおうかなと思います。ラドバルキンはね、クロディアユミなかなか刺さるんですよね。貫通が刺さるモンスター。流玉のかけらは頭破壊でチャンスがあるはずなんで、頭を狙っていってますが、ちょっと硬いね。破壊用装備できたらよかったかな。頭破壊でね、流玉のかけらチャンスがなんと2回もあるそうなんで、なるべく頭破壊したい身があります。めっちゃ外してる。あ、でも討伐できました。さあ、はい、では星8クルルヤッケが2頭いるので狩猟します。討伐しました。クルルヤッケは頭からね、流玉のかけらが出るんで、きっちり頭破壊をしたい。さあ、星9のドスギロスさんいたんで、流玉のかけら頂戴しようと思います。星9のドスギロスさんも油断すると狩猟できないですよ。油断するとね。ただクルルヤックさんに比べたらまだ全然って感じ。水属性のライトボウガン強化しようかな。最優先で強化してもいいですよね。そのひるみしんどい。勝てない。よっしゃ。いったいった、よかった。究極のかけら、見てください。緊急クエストディアブロスアシュが来ておりますので、この子を討伐したいと思います。横に横に横に受けて、横に横に横に受けて、よいしょ。頭破壊したいとこではあるんですが、ダメージも与えたいので羽に入れたいけど、でも羽に綺麗にダメージ入ってないんだよな、さっきから。よしよしよし、いい感じ。今のは良かった。あ、痛い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 。ひるむと思ったんですよね。うわ、ここで、ここでおそらく方向、あ、じゃないんだか。オッケー、落とし穴状態、ありがてー。よし。あ、破壊したのに、角破壊したのにひるまない。なんということでしょう。ひるまない、ひるみますよね。あれ、まあでも討伐できました。はい、流玉のかけらはありません。ただこの後チャプターの最後はあのモンスターが来ます。イビルジョーです。属性の通りがいいんですよね。ジャスト回避 OK。 まあ、できれば頭も破壊したいところだけど、無理はしません。今回は討伐重視で頑張ってます。これ苦手。あ、やばい、やっぱり。ここで方向かな。はい、頭には入らないか。くー、よいしょ、オッケー。ジャスト回避のタイミングオッケー。そして鉄鋼をがっつり入れてダウンを取り、なるべく頭に行きたいな。お、頭破壊した。よっしゃ。あー、まあでも星5は嬉しい。はい、ということでイビル城緊急クエスト終わりました。これで私の周回数は3周目をクリアしました。なので次回は4周目に入ります。難易度下げてね、ティアを稼ぎたい。クロディアに勝てないのでね。
下げちゃいました。じゃあこの子から流玉のかけらゲットしますね。ストーリー周回すると定期的にアシュとイビルジョーがねがっつり枯れるっていうのは結構個人的には熱いかなって思ってるんですよね。あーダメだ、見えない、見えないけど見える。はい、ナイスー。頭2回破壊なんでこれは流玉のかけらもろたで、よしこれはもらいましたよ、色とりどり。私現在ティア79でございます。それでは最後にお供がペイントでゲットしてきた星8星9討伐していこうと思います。まずティティアック星8からいきます。 V 破壊報酬で2個来ないかな。さすがに2枚抜きしたらナイフ使おうと思うんですよ。うんさあ流玉のかけらね、ということで本日の流玉のかけらチャレンジ成果は一つでした。やっぱり確率上がってますよね。そうだと思う、そんな気がする。もちろんねブレはあると思うんですけど、それでも体感かなり上がってるし、上がってるんじゃないっていうコメントとかお声とかもかなりあるので、まあちょっとサイレント情報修正みたいなのがあったんじゃないかなって思うんですよね。そうやって流玉のかけらが入手が容易になった代わりにゼニーががっつり不足したんで、頑張ってたくさんのモンスターを狩猟してゼニーを集めていきたいなと思います。なんかついてる、何、いつついたんだろう。あ、花だ、花がついてるということで今回は流玉のかけらチャレンジでした。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンナウの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー、バイバーイ。